ということで、残念ながらお別れのお時間になりました。今回もネット配信限定スペシャル番組タノバラ TV をご覧いただきありがとうございました。みんな最後にメッセージをお願いね。はい、次回のタノバラ TV ですが、2月14日に配信が決まりました。2月14日ということはもう何をやるかわかりますよね。それでは発表します。次回の企画はひなちゃんへちょこっとプレゼント、パスパレバレンタインチョコ道場。何そのタイトル、そんなの台本になかったよ。タイトルはまだ未定ですが、ひなさんの言う通り次回はバレンタインの企画になります。司会が千里さんからひなさんへバトンタッチになるんですよね。ひなちゃんがお題で出したチョコを私たちが力を合わせて作りたいと思います。みんなよろしくね。ちなみに私からのお題はルルルンとするチョコ。ルルルンとするチョコ。皆さんお疲れ様です。今回も無事に収録を終えることができましたね。コーナーも大盛り上がりでした。大縄跳びとジェスチャーゲーム楽しかったです。次もファンの皆さんに楽しいバラエティ番組を届けられるように頑張りましょう。はぁ、あやさんどうしたんですか。大きなため息をついて。みんなごめんね。私最後の最後でまた頭の中が真っ白になっちゃった。今度こそ失敗しないで終われると思ったのに。気にすることないって。あやちゃんの失敗はお約束みたいなもんじゃん。きっとファンの人たちも喜んでると思うけどな。それはそれでなんか複雑だよ。はあ、アドリブに強くなりたいな。あやちゃんそれ何回も言ってるよね。アドリブってそんなに難しいことじゃないんだけどな。思ったことをピピって言えばいいだけだよ。ひなちゃんの場合はアドリブというより段取りから外れたことをしてると言った方が近いと思うけれど、バレンタイン企画のタイトルを勝手につけるし、チョコのお題も勝手に今週発表するし、ほんと予想外だったわ。でも言いたくなっちゃうよ。まやちゃんたちがフォローしてくれたし、結果オーライじゃないかな。はい、仲間のピンチに助太刀するのが武士道です。自分たちにできることは任せてください。ほら、イブちゃんとまやちゃんもこう言ってくれてるよ。まったく、みんなひなちゃんに甘いんだから。それにしてもルルルンとするチョコですか。ひなさん、一応確認なんですが、ルンとするチョコではないんですよね。うん、ルルルンとするチョコだよ。そう、ひなちゃんのルンならよく聞くけど、ルルルンはあまり聞いたことないわね。ルンとルルルンは同じではないですよね。ルンとするときはルンとするし、ルルルンとするときはルルルンとするからね。ひなちゃん、もう少し聞いてもいいかな。例えばどんなチョコをもらったらルルルンとする。それは聞いちゃダメでしょう。どんなチョコがもらえるか分かってたらルルルンとしないよ。あ、そうだよね。そこを考えるのもお題の一つですし、もう少し大まかな質問の方がいいかもしれません。ではどういうチョコがお好きでしょうか。好きなチョコか。スイートなチョコもいいし、ビターなチョコもいいよね。あ、チョコクッキーとかチョコケーキもいいかも。つまりチョコならどれも好きということね。うん、でもやっぱり今回はルルルンとするチョコかな。今回は私、
バレンタインの企画がすっごく楽しみなんだ。ほら、バレンタインってお祭りみたいなものでしょ。そうね、世の中が盛り上がるという意味では間違ってないと思うわ。でしょ。そんなお祭りの日にみんなからチョコのプレゼントをもらえるんだもん。絶対ルルルンってしたい。早く収録日にならないかな。あれ、私この後お仕事だっけ。そっかそっか、じゃあみんな行くね。バイバイ。ルルルンとするチョコね。どんなチョコなのかしら、全くイメージできなかったわ。ひなさんのルンやルルルンは概念みたいなものですし、具体的な言葉を聞き出すよりある程度形にしてから質問した方が早いかもしれませんね。でもこのままだとその形もイメージできないよ。ならまずはルンとするチョコがどういうチョコなのかから考えてみるのはどうでしょうか。え、けどお題はルルルンとするチョコだよね。おそらくですが、ルルルンはルンを超えたルンだと思うんです。それは皆さんも同じ考えですよね。はい、ルンの先にルルルンがあると思います。つまり方向性は一緒だと思うんです。なのでルンとするチョコが何か分かれば、その先のルルルンとするチョコも見えてくるかもしれないということね。確かにルンなら私たちにとっても馴染み深いですし、想像しやすいですね。じゃあ次のレッスンまでにそれぞれ考えてこよっか。ひなちゃんにルルルンとしてもらえるように頑張ろう。ではルンとしたチョコについて意見を交換しましょうか。じゃあ私から。いろいろ考えてみたんだけど、やっぱり可愛いチョコだと思う。わかります。可愛いものを見ると笑顔になってしまいますよね。ひなさんもよくルンとしてる気がします。確かにそうね。でも可愛いと言ってもいろいろあるし、チョコのこういうところにルンとするってもっと具体的に分かればいいのだけど。それで言うと私はラッピングかな。去年みんなにチョコをプレゼントした時、ラッピングにこだわったらひなちゃんルンとしてくれてたから。私はチョコの形だと思います。ジンジャークッキーの形がルンとするとひなさん言ってました。それならラッピングとチョコの形にはこだわった方が良さそうですね。千里さんはどうですか。私は味かしら。この前の収録の時にスイートなチョコもビターなチョコも好きだって言ってたから、いろいろな味が楽しめるといいかもしれないわ。いいですね。選ぶだけでも楽しめますし、ひなさんそういうの好きだと思います。自分も大体皆さんと同じ意見です。もっと意見が割れるかと思いましたが、考えることは一緒でしたね。パスパリに歴史ありです。それじゃあみんなの意見をまとめると、ラッピングと形が可愛くていろいろな味が楽しめるチョコか、ルンとするチョコってことかな。ただのルンとするチョコではありません。たくさんのルンが詰まった素敵なチョコです。まだ決めないといけないところはありますけど、方向性は見えてきたと思います。うんうん、こんなにたくさんルンがあるならきっとひなちゃんもルルルンとしてくれそう。ルルルンねえ、まさかお仕事とはいえルルルンについて考える日が来るとは思わなかったわ。気持ちはわかります。でもひなさんも楽しみにしてくれていますし、頑張りましょう。そうね、ひなちゃんの期待には応えたいわ。お疲れ様。あ、み
みんなもう来てたんだね。ちょうどよかったよ。ちょうどよかった？ひなさん、どうしたんですか？さっきネットで美味しそうなお店見つけたんだ。このサイト見てみて。あ、ビュッフェのお店だ。へえ、最近できたんだね。お、料理の種類がすごいよ。でしょでしょ、こんなにいろいろな料理を食べられるなんて最高だよね。やっぱりいろいろなものを食べられた方が嬉しいですか？うん、ルッとする。どうやらいろいろな味を楽しめるチョコという自分たちの考えは間違ってなかったみたいですね。あ、でもでもドドンっていうものも捨てがたいんだよね。ドドンっていうもの？例えばこういうお店とか。あ、すごいです。こんなに大きなハンバーガー見たことありません。これ直径30、いえ50センチぐらいあるんじゃないでしょうか。こんなにドドーンってしたハンバーガーを食べるのもなんてするよね。改めてこのハンバーガーを見るとやっぱり悩むな。どっちにしようかな。決めた。ビュッフェとハンバーガー両方行こっと。いいな。ひなちゃん、誰と一緒に行くの？ん？みんなとだよ。え、私たちと？そうそう、みんなと行きたいなって思って。いいですね。私も皆さんとご飯に行きたいです。ちょっと待って。ご飯に行くのはもちろん賛成なのだけど、ビュッフェもハンバーガー屋さんも両方行くの？うん、いろいろなものを食べられてドドーンってしたものも食べられたら最強じゃん。そう、でもそんなに食べるとカロリーが心配だわ。その分歩けばいいんだって。その日は全部お出かけの日にする。なら自分何かイベントとかないか調べておきますね。私も調べてくる。今度作戦会議しようよ。それでは私はみんなのオフの日を確認しておきます。よろしく。でもみんなで一日お出かけなんて本当久しぶりだね。きっとたくさんルンとしちゃう気がする。その日はすっごくルンとする日になりそうだな。え、たくさんルンとするのにルルルンじゃないんですか？うん、ルンがたくさんだからすっごくルン。そうですか。たくさんルンがあればルルルンになるかと思ったけど、難しい。ルルルンの基準とは一体？皆さん見てください、素敵なチョコがいっぱいです。すごいですね。他の場所よりも一段と華やかで、なんだか眩しく感じてしまいます。このチョコレートケーキ美味しそう。いちごとチェリーがたっぷりでツヤツヤだよ。見て見て、こっちのチョコには雪だるまが描かれてるよ。箱もいろいろな種類があるのね。やっぱりバレンタインだけあって工夫がすごいわ。あやさんが言う通り、見に来てよかったですね。バレンタインチョコ作りの参考になります。みんなの役に立ててよかった。去年ひまりちゃんたちとチョコの祭典に行った時、すごく参考になったから、もしかしてと思ったんだ。あやちゃんって時々だけど本当ピピってくること言うよね。さすがだよ。ん？それ褒めてる？そういえばひなさん、夕方から用事があるんですよね。すみません、自分たちに付き合わせてしまって。あたしから行きたいって言ったんだから気にしなくていいのに。むしろ今すごく楽しいんだよ。あたしのためにみんな一生懸命考えてくれてるし、みんなで一緒にっていうのも久しぶりだし。久しぶりかしら。レッスンでもお仕事でも一緒の時はあると思うけど。お仕事ではね。
でもプライベートで一緒なのは久しぶりだよ。確かに、レッスンやお仕事が終わってからファミレスとかに行きますけど、みんなでというのは最近なかったですね。でしょ？個人のお仕事も増えて時間が合わなくなってきたじゃん。だから今すっごくルンとしてるんだ。やっぱりパスパレのみんなでっていうのは特別な感じするし。ひなさん改めて言われるとなんだか照れくさいですね。自分も久しぶりにみんなで一緒にいられて嬉しいです。うんうん、あ、奥にもいろいろなチョコがあるみたいだよ。行ってみようよ。あ、ひなさん、腕を引っ張らないでください。ひなちゃん、走ってはダメよ。まったく、あんなにはしゃいで。仕方ないよ、ひなちゃんルンとしてるんだもん。私もなんだかルンとしちゃったな。はい、私もルンとしました。ひなさんの気持ちすごく嬉しかったです。ルルルンを考えてる影響かしら。二人とも普通にルンを使うようになったわね。あ、イブちゃん、つぐみさんじゃないですか。奇遇ですね。お買い物ですか？アフターグローのみんなにバレンタインチョコを作ろうと思って。そのためにバレンタインコーナーのチョコを見に来たのね。私たちもお仕事の参考に見に来ていたの。あ、お仕事だったんですか。アイドルの人たちってすごいですね。プライベートでもお仕事のために頑張ってて。そんなことないよ。私たちはやるべきことをやってるだけだよ。それがすごいと思います。ひな先輩を見てても思うんです。生徒会ではそんな素振り見せませんけど、きっと裏ではたくさんお仕事のことを考えてるんだろうなって。生徒会、あ、そうです、そうですよ。つぐみさんはひなさんと生徒会で一緒です。え、あ、うん、そうだけど。なるほど、イブちゃん、そういうことね。つぐみちゃん、聞きたいことがあるのだけれど、少し時間いいかしら。はい、私に答えられることでしたら。それじゃあ単刀直入に聞くけど、ひなちゃんのルルルンを聞いたことあるかしら。ルルルンですか。ルルルンってルンのことですよね。ルルルンはルンのその先にあるルンって感じかな。ルンのその先にあるルン。ごめんなさい、いきなりこんな質問されたらやっぱり戸惑うわよね。実は今度のお仕事にルルルンが関係してて、そのことについて調べてるの。もし何か覚えてることがあるなら教えてもらえると助かるわ。多分聞いたことないと思います。そっか、ルルルンってひなちゃんもめったに言わないしね。すみません、力になれなくて。ルンならよく聞くんですけど。確かにルンはひなちゃんの代名詞みたいなものだもんね。はい、生徒会の会議中に何か思いついた時は必ず言っています。ひなちゃんの思いつき、なんだか少し怖いわね。確かに予想がつかないものが多いので、ついていくのが大変な時もありますけど、でもやりがいはあります。その分学校生活がどんどん楽しくなっていくのが実感できるので。その実感とはどういったことなんでしょう。気になります。例えばうちの学校は生徒のみんなに定期的にアンケートを取ってるんですけど、そこに学校が前より楽しくなったって書かれてたり、他にも毎日楽しい、ひな生徒会長大好きとか、生徒会へのお礼や応援の言葉がたくさんあって。その気持ちわかるわ。
自分たちがしてきたことが形になって見えると嬉しいわよね。はい、ひな先輩もすっごく喜んでました。あの時のひな先輩、アンケートを読んでる間ずっと目をキラキラさせてたな。あれ、お母さんからだ。あ、すみません、お店の人手が足りないみたいなので私戻らないと。いろいろと教えてくれてありがとう。お仕事頑張ってね。ありがとうございます。千里さんたちも頑張ってください。ルルルンのことが分かるように応援してます。なるほど、羽沢さんがそんな話を。そういえばそんなことありましたね。まやさん知ってるんですか？はい、自分が演劇部の練習に出ていた時、ひなさんが大量のアンケートを抱えてきたことがあったんです。嬉しそうにアンケートを一枚一枚見せてくれて。あ、そういえばあの時ひなさんルルルンって言ってたような。え、まやちゃん、それ本当？あ、はい、多分記憶が間違ってなければですけど。やりました、初めてのルルルンの情報です。ようやく少し先に進めるかもしれないわね。でもルルルンの基準を特定するにはまだ他の情報が欲しいところだわ。ならもう一度私たちもひなちゃんがルルルンとした時のことを思い出してみようよ。いいと思います。まやさんみたいに私たちも思い出すかもしれません。ひなちゃんがルルルンとしたとき、ルルルンとしたとき、ダメね。ひなちゃんとのことはいくつも思い出せるけど、そのときにルルルンと言ったかまではわからないわ。ん？ビブさん？すみません。真剣に考えている時に笑うなんて不謹慎でした。不謹慎だとは思っていませんよ。ただどうしたのかなと思いまして。そのひなさんとの思い出を振り返っていたら、バスバレの皆さんもたくさん出てきまして。あ、私もいろんな思い出にみんながいたな。それが嬉しくなってしまったんです。なんだかみんなでパスパレって気がします。みんなでパスパレですか。当たり前のことなのになんだかしっくりきますね。みんないつの間にか話が他にそれちゃってるわよ。あ、ごめんね千里ちゃん。別に謝る必要はないわ。ただみんなでパスパレならひなちゃんの望むチョコをプレゼントできないと格好がつかないでしょ。確かにそうですね。話を元に戻しましょう。自分たちがこれ以上思い出せないとなると、やはり他の人にルルルンのことを聞くしかないと思います。他の人か、誰がいるだろう。あ、いた、ひなちゃんのことを一番よく知ってる人がいたよ。ひなちゃんのことを一番よく知ってる人？それってなるほど、ひなにチョコのプレゼントを。事情はわかりました。ひながご迷惑をおかけしてすみません。普段から感覚で物事を伝えるのは控えるように言っているんですが。あ、でもひなさんのその感覚にハッとさせられることが多いですし、自分たちもいい刺激をもらっています。そう言ってもらえると助かります。それで私に質問というのは。聞きたいことはひなちゃんのルルルンについてなの。ルルルン？はい、私たちどういう時にひなさんがルルルンとするのか知りたいんです。そうですか。ルルルンを。さよちゃんお願い、もうさよちゃんだけが頼りなの。はあ、わかりました。
では率直に答えますと、ヒナがどんな時にルルルンとするかは私にもわかりません。え？確かに何度も聞いたことはあります。ですが、なぜヒナがその時ルルルンとしたかははっきりとわからないんです。そう、サヨちゃんでもなのね。力になれずすみません。ただ参考になるかはわかりませんが、プレゼントのことで覚えていることがあります。どんなことですか？さよさん、教えてください。わかりました。子供の頃、夏休みに家族の絵を描くという宿題が出たことがありました。あ、懐かしい。そういうのあったよね。お母さんにモデルをお願いしたな。はい、私も最初は母にお願いしようとしました。でもヒナがお互いのことを書こうと提案してきたので、私はヒナの絵を、ヒナは私の絵を描くことになったんです。へえ、お互いのことを書くなんて、二人は小さい頃から仲がいいんだね。さあどうなんでしょうか。とにかく私たちは絵を描き始め、しばらくするとヒナは早々に絵を完成させました。一方、私はなかなか納得するものができず、あの時はヒナがいつモデルに飽きたと言い出すのか、内心ヒヤヒヤしたものです。確かにヒナちゃんなら途中でしびれを切らして動き回ってしまいそうね。ええ、でも不思議なことに、その時のヒナは私が終わるのをずっとおとなしく待っていてくれたんです。そして私がなんとかヒナの絵を描き上げると、目を輝かせながら、お姉ちゃんが一生懸命描いてくれた絵が欲しいと言ってきたんです。え？夏休みの宿題なのに？はい、学校に提出するからダメだと断りました。それでも欲しい欲しいとしつこかったので、宿題が返ってきたらプレゼントすると約束しました。そして約束通り学校から帰ってきた絵をヒナに渡すと、嬉しそうに自分の机に飾ったんです。私は宿題で描いたという意識しかなかったんですが、ヒナの目にはそう映らなかったみたいですね。ヒナさん、サヨさんに絵をもらえて本当に嬉しかったんですね。その絵は今どうなってるんでしょう？私も見てみたいです。どうでしょう、昔のことですし、多分クローゼットにしまってあるのではないでしょうか。長くなってしまいましたが、以上がプレゼントと聞いて思い出した話です。さよちゃん、素敵なお話をありがとう。私たちもひなちゃんに喜んでもらえるように頑張るよ。ひなは幸せ者ですね。こんなに自分のことを考えてくれる人たちがいて。皆さん、これからもヒナのことよろしくお願いします。さよちゃん、ヒナちゃんのことよろしくだって。はい、私たちのことを信頼してくれていてとても嬉しいです。その期待を裏切らないようにしないといけないわね。うん。マヤさん、どうしたんですか？さっきからずっと考え事をしてるみたいですけど。え、あー、すみません。さよちゃんの話を聞いてるあたりからだったわね。何かあったの？ひなさんのバレンタインチョコのことで思ったことがありまして。なになに、まやちゃん教えて。実は今までのことをひっくり返すことになってしまうのですが、ひなさんへのバレンタインチョコはもしかしたらルルルンにこだわらなくていいのかもしれません。え、でもひなさんのお題はルルルンとするチョコですよ。それはそうなんですが、なんて言ったらいいのか。焦らなくて大丈夫よ。ゆっくりでいいから、まやちゃんの考えを聞かせて。はい、羽沢さんとさよさんのお話を自分なりにひなさんになって考えてみたんです。そうしたら大事なのは
自分たちの気持ちを精一杯込めてチョコを作ることではないかと思ったんです。私たちの気持ちを精一杯。ひなさんがアンケートの感謝の言葉に目を輝かせていたと羽沢さんは言っていましたよね。ええ、ずっと目を通していたと言っていたわ。それって学校のみんなの気持ちが嬉しかったからだと思うんです。みんなにありがとうって言われたら、その日一日ずっと幸せな気分になっちゃうな。それもあると思います。あと自分が楽しいと思ったことをみんなも楽しいと思ってくれたというのもあるのではないでしょうか。つまり自分の考えが理解されたことが嬉しいということかしら。そうです。その共感してもらえたという気持ちと感謝の気持ちがアンケートから伝わってきたので、ひなさんは目を輝かせたと思うんです。確かに自分は人と違うと理解してるひなちゃんだからこそ、同じ思いを共有できたことに感動したのかもしれないわね。さよさんが送った絵の話も同じです。ひなさんはきっとさよさんの気持ちが嬉しかったんだと思います。中途半端なひなさんの絵を描きたくないという気持ち、ひなさんをきちんと描きみんなに見てもらいたいという気持ち、そんなさよさんの気持ちが伝わったから、ひなさんは夏休みの宿題が特別なプレゼントに見えたのかもしれません。なるほど。確かにショッピングモールのバレンタインコーナーでひなさん言ってました。私たちが自分のために頑張ってくれているのが嬉しいと。あの時ひなさんは自分のことを真剣に考えてくれているという気持ちに喜んでくれていたのかもしれません。私たちは変に難しく考えすぎていたのかもしれないわね。相手のことを考えて一生懸命気持ちを込めて作る、そんな単純なことも見失っていたわ。ここは今一度原点に立ち返ってみるのはどうでしょう。原点？最初にみんなで考えたラッピングと形が可愛くていろいろな味が楽しめるチョコを作るんです。いいんじゃないでしょうか。ひなさんもビュッフェのようにいろいろなものを食べられた方が好きだと言っていましたし、自分たちが考えた方向性は間違っていないと思います。ひなさんの好きがいっぱい詰まったチョコに私たちの気持ちをたくさん込めましょう。となるとみんなそれぞれ作るチョコを変えた方がいいわね。では私はチョコジンジャークッキーを作ります。自分は一口チョコに挑戦します。真四角の美しい形を目指しますよ。私も一口チョコにする。まやちゃんが四角なら私は丸にして、味も一つ一つ違った方がいいよね。ならバランスを考えて、私はイブちゃんと同じようにチョコのお菓子にしようかしら。これでみんな作るチョコが決まったね。なら収録の前に集まって練習しようよ。賛成です。本番で最高のチョコをプレゼントするためには修練に励む必要があります。みんなのスケジュールを調べるわね。今週だと土曜日の午後からなら都合が合うわ。ではその日に練習しましょう。皆さんよろしくお願いしますね。楽しみだな。ねえねえ、今日はどんなチョコを作ってくれるの？本番まで秘密だよ。きっとひなちゃんに喜んでもらえるようなチョコだと思うから楽しみにしててね。おお、すごい自信。でもあやちゃんが自信満々だと逆に不安だな。ひなちゃんひどいよ。ひなさん心配はいりません。今日のためにやれることはすべてやりましたから。そうね、あれだけ練習したんだもの。え、みんなチョコ作りの練習したの？はい、絶対とは言い切れませんが、ひなさんの期待に応えられるように頑張ります。そっか。楽しみにしてるね。
のばら TV バレンタイン企画、ひなちゃんへちょこっとプレゼント、パスパレバレンタインチョコ登場。やっほー、パステルパレットのギター担当、氷川ひなです。今回は私の司会で進めていくよ。というわけで、みんな私にバレンタインチョコを作りたいか。わあ、いい気合だね。ムッとする。それじゃあ早速料理開始。ちょっと待って、その前に企画の説明をしたり、私たちに意気込みを聞いたりした方がいいんじゃないかしら。企画の説明は前回もしたし、いらなくない？意気込みもさっき楽屋で聞いたし。そういう裏側のことは言わないの。それに前回の放送を見ていない人たちもいるかもしれないんだから。まあまあ、細かいことは気にしないで大丈夫だって。なんだかひなさん、いつもよりテンションが高い気がします。きっと自分たちのチョコを楽しみにしてくれてるからですよ。それじゃ今度こそ行くよ、バレンタインチョコ作り。よーしっと、あとは型抜きしてオーブンで焼けば。イーブちゃん、料理のインタビューしに来たよ。ねえねえ、何作ってるの？ジンジャークッキーです。バレンタインなのでチョコ味にしようと思っています。やったー、私あれ好きなんだよね。美味しいし、形も面白いし、ルンとする。今日はいつもよりたくさんおまじないをかけてるので、もっと美味しくなるはずですよ。本当？じゃあもっともっとお願いね。任せてください。よろしく。それじゃあ次はあやちゃんとまやちゃんに突撃。これで一通り作業は終わりましたね。うん、冷蔵庫で冷やすのは1時間だから、その間に次の作業の準備しちゃおうか。あやちゃんがテキパキしてる。あれ、ひなちゃんどうしたの？二人にインタビューしに来たんだけど、なんかあやちゃん意外だな。意外？なんで？だってすごく手際がいいんだもん。まやちゃんならわかるけど。それで二人は何を作ってるの？自分たちは一口チョコです。味はもちろんですが、ツヤ感にもこだわったつもりです。まやちゃん、練習の時から言ってたもんね、ツヤツヤしたチョコを作りたいって。そのためにはテンパリングが一番大事だと改めて分かりました。一度も一秒も狂いなく仕上げましたよ。おお、燃えてるね。鏡ぐらいツヤツヤしてるの期待してるよ。それじゃあ最後は千里ちゃんに。ふぅ、千里ちゃん、調子はどう？ひなちゃん、ええ、順調よ。ただ生地を混ぜていたら少し手首が疲れてしまって。千里ちゃん、そういう時はホイッパーの重心を持って肘から下全体で泡立てるといいよ。そうなの？うん、そっちの方が疲れにくいし、空気をたくさん含むからふんわりとしたパウンドケーキになるんだ。なるほど、ありがとう、はやちゃん、助かったわ。珍しい、なんかいつもと二人の立場が逆転しちゃってるね。一応念入りに練習したのだけど、パティシエ役のお仕事をいただくこともあるかもしれないし、これをきっかけに普段から練習しておこうかしら。千里ちゃんは相変わらず真面目だな。でもみんな順調みたいだね。あとここにドドーンってしたチョコが加わるんでしょ？どんなチョコかな、ワクワクする。ドドーンってしたチョコ。そうそう、
前にいろんなものを食べられたら嬉しいって言ったから、いろんなチョコを作ってくれてるんでしょ。ということは、ドドーンとするチョコも作ろうとしてくれてるんだよね。楽しみだな。それじゃあ、私席に戻ってるね。なんで気づかなかったのかしら。確かにビュッフェの話をした時にドドーンとしたものも一緒に食べたいって言ってたのに。ルルルンのことを考えてた時と同じです。目の前のことに熱中しすぎて周りが見えなくなってました。どうしましょう。一体何を作ったら。ひなちゃん、すごく楽しみにしてたよね。考えよう。みんなで一緒に考えれば絶対いいアイデアが思いつくよ。ん？みんなで一緒に。だから今すっごくルンとしてるんだ。やっぱりパスパレのみんなでっていうのは特別な感じするし。ひなさん改めて言われるとなんだか照れくさいですね。自分も久しぶりにみんなで一緒にいられて嬉しいです。そうですよ、ひなさん、前にみんなで一緒にというのが特別と言ってませんでしたか。確かに言ってた気がするわ。なら、それを形にすればドドーンとしたチョコを作れるのではないでしょうか。例えばこういう風にして。みんな、お疲れ様。どう自信は。ルルルンとするチョコをできた。自分たちにできることは全てやれたはずです。はい、私の武士道の全てをバレンタインチョコに詰めました。いいね、いいね。それじゃあ早速ルルルンとするチョコを見せてもらおうかな。今持ってくるね。あやちゃん、落とさないように気をつけてね。お待たせ。これが私たちからひなちゃんへのバレンタインチョコだよ。わあ、プレートがチョコのお菓子だらけだ。改めて説明すると、これがイブちゃんのチョコジンジャークッキーで、こっちのチョコがあやちゃんとまやちゃんの一口チョコよ。すっごいツヤツヤしてるね。このチョコパウンドケーキはちさとちゃんのだよね。ふんわりしてて美味しそう。うん、思った通りみんないい感じだね。それじゃあそろそろドドーンってするチョコに行こっか。このプレートの真ん中にあるのがそうなんでしょ。はい、そうです。ハートの箱だなんて凝ってるね。しかもすっごく大きい。ますますワクワクしてきちゃったよ。ではでは、ご対面といくよ。オープン。ひなさん、このチョコの真ん中にトッピングされてるジンジャークッキーって私たちです。ホワイトチョコでみんなの顔を描いたんです。前にひなちゃん、パスパレのみんなで一緒にいられるのが特別って言ってたよね。だからその特別がこれからも続くように気持ちを込めてパスパレのチョコを作ったの。ひなさん、そのルルルンとしてくれましたか。ううん、しない。ルルルンじゃなくてルルルルルンだよ。このチョコすっごくキラキラしてる。みんなの気持ちがいっぱい伝わってくるよ。私が欲しかったチョコはこれだよ。よかった。ひなちゃんが黙っちゃった時は
どうしようって思っちゃったよ。ほっとしたわ。ひなちゃんの期待に応えられたみたいね。ルルルルルンとしてもらえた時は天にも昇る思いでした。ひなさんに喜んでもらえてとっても嬉しいです。これまでやってきたことがひなさんの言葉で全て報われました。本当に良かったです。私やっぱりパスパレのみんなが大好き。私だって私のことをよくわからないのに、みんなはそれでも一生懸命理解しようとしてくれて、こんなに私に近づいてくれるんだもん。やっぱり私にとってパスパレは特別だよ。ひなちゃん。あやちゃんが歓喜あまりだ。だってメイクが崩れちゃうわよ。ほらハンカチ使って。ではあっちにスタッフさんが用意してくれた机がありますので、そこでひなさんにチョコを召し上がってもらいましょうか。せっかくだからみんなも食べようよ。そっちの方が楽しいし。ほら行こう行こう。みんな手を合わせた？それじゃあいただきます。みんなのチョコおいしい。ジンジャークッキーも一口チョコもパウンドケーキも全部ルルルルルンとしちゃう。本当においしいですね。お店のチョコとも他のチョコともなんだか少し違う気がします。確かにそうね。なんでこんなに特別に感じてしまうのかしら。きっと気持ちの味です。このチョコにはパスパレみんなの気持ちがたくさん詰まってますから。それじゃあひなちゃん、そろそろメインのチョコも食べて食べて。もったいなくて食べられないよ。しばらく家で飾ってたいな。そう言ってくれるのは嬉しいけど、ひなちゃんのために作ったんだもの。ぜひ感想を聞きたいわ。料理は食べるまでが料理と言いますし、自分たちの気持ちを最後まで受け取ってほしいです。そっか、わかった。食べる。写真もたくさん撮ったし、この気持ちはずっと忘れないもんね。では召し上がってください。ささどうぞ。オッケー、それじゃあいただきます。ひなさんどうですか？そんなの決まってるよ。